やあバンたち。それに皇天獅子殿だったかな、それぞれ数日と半月ぶりだから久しぶりってほどじゃないけどね。こちらこそさ。それで私に用事があって来たんだろ。状況的に手を結ぼうってところかな。先生の天元眼にはさすがに及ばないけどね。ちなみに他のみんなならいないよ。地上で草に徹してくれていてね。うん、いいよ。待たれよ、スプリガン殿。恐れながら愚心いたします、姫。こたびの一件でイカルガの名を裏に響かせるのもまた寛容かと。教頭でそれを果たしたとあらば、幾ばくかの陰りも混ざりましょう。侍衆イカルガの中任にして老月流の使い手黒金、我らの協力者たりうるか否か手すから見聞させていただく。いざ押してまいる。相手になるぜ。まあ、ともかくこれでめでたく合意に至ったわけだ。これから3日間よろしく。双方折り合う必要はありそうだけど。先ほどの無礼もお詫びいたす。
我らは影ゆえ慣れていただくほかなかろう。ちなみに先の二人は拙者の三つ子の兄弟でな。無論冗談にござる。まあすぐになれるよ。解決事務所、これより上層フィールドを開放する。さて、そろそろ全員ゲームの領域に入ったようだな。先ほどこの地に集まった全ての勢力がゲームへの参加登録を行ったのを確認した。全19チーム、こたびの祭りのホストとして歓迎しよう。今お前たちがいるのは旧王家が築いた地下遺構に俺たちが細工を施したものだ。このままゲームを始めるにあたりいくつか補足説明がある。メルキオル。はいはい、やっと僕の出番だね。それじゃあ、ただいまをもってゲームの第一フェーズのスタートを宣言するよ。上層の攻略条件は
アクセスキー3つ以上。タイムリミットは3時間だ。僕たちが男性込めて準備したカルナバル、これからの3日間清く楽しく殺し合おうか。やるねえ。俺の一撃を正面から受け止めるとは。後天獅子だったか。伝説ってのも噂だけじゃねえみてえだ。そのあだ名は捨てたがな。庭園のものよ。やはり最後までアルマータに組みするつもりか。ああ、ジェラールの旦那とはそういう契約だしな。いいや、違うぜ。ここに来たのも別に俺の意思じゃない。今回のゲームにおいて俺の役割は盛り上げ役にして執行人。観測システムの裁定によってルールに抵触した者にペナルティを与えるためのな。ふふ、まさかそんな穴をついて2つの勢力が協力するとはな。いや、反応兵器が起爆してない以上グレー寄りの政府なんじゃねえか。個人的にはよく思いついたって言いたいところだ。裏解決屋だったか。改めて気に入ったぜ。だがペナルティは必要らしい。よこされた以上は従うしかなくてな。つうわけで簡単に皆殺しになってくれるなよ。
お宝じゃねえか。あテスです。ゲーム参加者ども、聞こえてるかい？今お前たちがいる上層領域の担当を任されてるビオーラってモンスター。早速だが、現時点での脱落チームを発表するよ。ザハトのサソリ、ドゥールファミリー。以上、2チーム脱落。どちらも中堅どころだが、開始早々格上と勝ち合っちまったようだね。まあこっちとしちゃゲームが順調に進んでくれるなら文句はないが、今後もこんな調子で脱落者が出次第通達させてもらうよ。タイムリミットもあまり残ってない。急いでアクセスキーを集めることだね。お前さんたち、早速勝ち合っちまったな。3時間ぶりくらい？そっちは人が増えてるけど。さて、どうしようかしら。こちらとしては、あなたたちを下せば早くも三つ目が揃うのだけど。言葉だけじゃな。だから改めて証明してもらおうか。相入れぬものを取り込んでまで勝ちにこだわろうとするお前たちの覚悟と実力を。仕方ない、腹をくくるぞ。ま、大人組はともかく他の子たちは利用されないかちょっと心配。特に白金の牽制、姉弟子だかなんだかは知らないけど、前にリーンが世話になったみたいだね。彼の関係者だったっけ。両兵王殿にもまみえたことがある。成長ぶりを見せてもらおうかな。なんかムカつく。やるからには手加減しないわ。どの道その数で私たちに遅れを取るようなら論外でしょう。覚悟なさい、バン。仕方ねえ、こっちも本気で行かせてもらうぜ。崩せるもんなら崩してみせな。さあ全力で行くわよ。
速さなら誰にも負けない。まあちょうどよかったわね。おめでとう、あなたたちの勝ちよ。受け取りな、アークライド。チーム遊撃士協会脱落。とにかくお前さんたちの覚悟と実力は見せてもらった。これなら安心して後のことを任せられるだろう。28万人の命がかかってるんだ。メンツにこだわるつもりは毛頭ない。脱落してもやるべきことは山ほどある。地上のことは基本俺たちに任せろ。ま、今後厄介な連中とか下したら連絡してくれれば駆けつけるから。参加者の資格を失った相手なら干渉しても良さそうだったし。そうね、攻略の直接の手助けまではできないけれど、そうしたバックアップは期待して。そんじゃ俺たちは行くぜ。あっさり脱落するんじゃないぞ。もあれ、一気にアクセスキーが3つ揃ったな。これで採用の担当者に挑める。単身銃使いか。どれだけ楽しませてくれるかな。違いありません。片方はクルガです。そしてもう片方はおそらくアイゼンシルドです。はい、私のことは抜きにして考えてください。今の私はアークライド解決事務所に雇われている身です。敵として戦場で相対すれば、たとえ親族だろうと手加減すべきではありません。情で判断を誤るのはもってのほか、各々の炎の導きに従うのがクルガの戦士です。ですからあくまで解決事務所の流儀に合う方を選んでください。
あれは首都の裏解決屋か。アークライド解決事務所だ。クルガ選手団加勢するぞ。アブ、共に戦います。なるほどな。この場限りの共闘ということか。ああ、是非はともかく片方には降りてもらおうか。劣勢とはいえ鉄の盾、簡単に砕けると思わぬことだ。総員迎撃開始。やあ、今回は我らの勝ちだ、ゲラント連隊長。そのようだな、ハサン副頭目。途中までは上回れたつもりだったが。運が我らに味方した。炎とアルーシャに感謝だな。それもまた戦場の常、勝利の証を。チームアイゼンシルト第一分隊脱落。クルガニー、炎とアルーシャの栄光あれ。おー、敗者がとどまる意味はない。速やかに地上へ撤収する。やあ、バンドロ、まずは礼を言おう。ご助力感謝する。さて、この場で我らと戦うつもりはないと思っていいのだな。なら安心した。連戦はさすがに応えるのでな。アブ、フェリーだ。見ていたぞ、立派な戦いぶりであった。バンドノの元へ送ったこと間違いではなかったようだな。はい、フェリーだ。今回は共に戦うことになったが、この先また遭遇した時、今度こそ敵同士となるだろう。その時は遠慮せず全力をぶつけてこい。無論カシムにもな。ウーラ、気分だから今さらだっつってんだろ。ケツは定まった。必要なら俺がやったっていい。はい、言わずもがなです。里と民と共にあるクルガ戦士として、罪なき人々の犠牲を出さないためにも。私も SC としての責務を果たすまででしょう。私も裏での活動でその一線は守ってきたつもりだったけど、奴らはあまりに奪いすぎた。止める方法がそれしかないなら覚悟を決めるわ。正直僕は怖いかな。そこまで割り切れる自信はないよ。だけど背負う覚悟ならできてるつもりだ。反応兵器を悪用されないためにもね。これ以上悲惨な悪用で悲しむ人たちを増やさないためにも。そのためなら
背負ってみせます。私もバンさんたちと一緒に。規定数のアクセスキーを認証。ロックを解除。